今回のフォトグラフは、撮影常識は自分で作り出せということをテーマにお届けします。先日ニコンの Z9、Z9 の説明会に行ってきたんですけれども、その内容はまだ雑誌が発売されていないということで、SNS、YouTube 等には出さないでほしいということでしたので、いいこと悪いことあるんですが、それは、カメラ雑誌さんの方にお任せします。多分カメラ雑誌さんいいことしか書かないから、現実的なマイナス面はそのうち書く、YouTube の方に出るとは思うんですけども、なので、個人的に思っていること、すごいいいカメラなんですね。 3D トラッキング、今までのオートフォーカスの中で一番僕が大好きな 3D トラッキング、被写体にくっついてずっと追尾して離れないという、その方式ニコンさんだけが撮っていた方式、最近はどこかのメーカーさんもやってるらしいんですけど、でもニコンの 3D トラッキングにかなうものは多分まだ出てきてないと思うんですが、それがより強化されて、Z シリーズで初めて撮ったということで、かなりそれも強力でした。すごい食いついて離れない、いい感じです。もうそれだけで買いという感じですね。使いたい。あとは、そこまでの仕事があればの話です。ただ良いカメラなんですけれども、4571万画素の秒間20コマで、真剣に撮ったらどんだけのデータ量になるんだろう。例えば1試合1撮影でどれだけのデータ量になるかって言ったら、もうハードディスクがすぐにパンパンになる感じで、末恐ろしいですね。どんだけそれが実際にその大きな画素数を使うかという感じです。実際にどのぐらいの画素数を使うかというと、昔ながらにもうキャノンの D2000 というのが200万画素でエポスターやってたりしましたので、それも画素数が足りない足りないと言われながらも、まあ綺麗に伸びてましたから、極端な話200万画素でもいいんですけれども、一番仕事的に実績としてやったのが、D3X 2400万画素だったと思うんですが、それの横位置撮影を縦にトリミングして、でなおかつ何て言ったらすごい大きく伸ばして展示されて、ことがあります。これなんですけど、でそれの大元がこれです。でそれをこのサイズでトリミングして、実際に変わったのがその原宿のスポーツショップカモさんの壁面といいますか、ディスプレイといいますか、外側の原宿駅のホームからも見えるぐらいな感じのものでした。これが2400万画素のトリミングだから、実際には1000万画素
以下だと思うんですけど、やったこともあります。今写真の受け渡しがだいたいサーバーなので、そこにこの4571万画素フルで上げてたらとんでもないことになるし、すぐにそのサーバー自体もいっぱいいっぱいになって、月々のお金も相当かかるんじゃないかなと思うので、現実的にはどうなのかなという感じです。なのでそのまず最初の常識、画素数は大きければ大きいほどいい、大きければ大きいほど伸びるというのはどうなのかなという感じです。だから何ですかね、その自分に合った画素数、今フォトショップでどんだけでも大きく伸びますので、自分に合ったカメラ、自分に合った画素数が重要なんではないかなと思います。Z9 の画素数を落として撮影するのもありなんですけど、だったらなぜ Z9 を使うかっていう話になりますね。でも 3D トラッキングが載ってるのは Z シリーズでは9だけだしという、まあ難しい選択です。Z9 のこのカタログ見させていただくと、この写真なんかもフィルム時代の F3 マニュアルフォーカスで十分撮れる写真なんですね。後ろにもピント来てるし、ワイドレンズはフォーカスの合う距離が、幅が大きいので、例えばよくやるのが F8、F56 だともうパンフォーカスになっちゃうので、そのまま何も見ずにマニュアルフォーカスでも撮っているという。特にこれは 10mm、北斗レンダーの 10mm なんですけれども、56にしたらもうパンフォーカスでフォーカスを合わせずにそのまま撮れるぐらいな形で、なのでこのぐらいの写真っていうのは本当にもうフィルム時代から撮っている、まあ松尾さんの写真にケチつけるじゃないんですけども、松尾さんのところのだったら青木さんを乗せればよかったじゃんって言ったら、青木さんは C さんだからって言って、そういえばそうでしたみたいな話にさせていただきました。いや、ただカタログでここなんだ、これってよく問題になってる、その撮影してる時のファインダーの中にブラックアウトしないでずっとと見れていられるということ、これはソニーさんもそういう売りをあるんですけど、ソニーさんというのは実はここにもあるんですが、実はスムースに見えてんじゃなくて、同じ絵を重ねていることによってブラックアウトがないように見えているという。だからこうなったらここのところ次のコマ3コマ目4コマ目となってこうなるからブラックアウトしない、見えなくなることがないというなってるんですけど、ソニーさんは実はごまかしているというのが現れています。他社の電子ビューファインダーという表示ですけど、これソニーのことです。でそれが Z9 だとずっとこうスムースに動いて見える。ライカのこれ比較したらあれですけど、これだとブラックアウトします。
とはですね、処理エンジンが、Z7-2 度10倍というのがあるらしいです。あと明るくて見やすい液晶ビファインダーとか特にそんなに本当に撮影になったら気にならない話です。まあ、こういうのも本当に今までのカメラでも撮れますし、マニュアルでも撮れなかったらスポーツフォトグラファーとは言えないぐらいの写真です。だからこのカタログにね、本当に Z9 の良さっていうサンプルはありません。で、こんなコマ撮ってその中から一コマ選べっていうのも本当にもうパンパンになってしまって、それだけでも時間かかっちゃうみたいな。これだったらムービーの中から切り出せっていう感じです。こういうのこの YouTube か何かにあったニコンさんの公式のやつのこれも全然それ今までのカメラで撮れるし、なんだったらマニュアルフォーカスでずっとやってれば撮れるよというものです。ので、そういうところの売りは悲しい感はないですね。あとは価格はどうなんでしたっけ、まあ、ちょっとごめん。あと後ろの液晶、この液晶、これはいい感じに動いてくれますが、僕液晶見ないで、ファインダー見ないときは液晶も見ないで撮ったりするので、それは僕にはあまり関係ないかなっていう。もうこのままこうやっていくつか前の、フォトグラフさんにも載ってましたが、うちの奥さんが真似してくれてましたけれども、そんな感じで撮ってますので、で同時になんか説明いただきました。レンズもうみんなズームです。ズームも面白くありません。 S ラインはいいレンズですよということなんですけど、24-120 100-400、なんでそんな物臭レンズばっかり作るんですかっていう風に言ったら笑われてしまいましたけれども、やっぱ物臭でしかなくなってしまうと思うんですね。単焦点で遠かったら自分の足で近づけばいいし、もっと広く撮りたかったらワイドレンズ使うかもっと下がるとかで撮ればいいし、ただその限られた場所から その単焦点でどうやって撮るんだということになると思うんですけども、それだったらそれで工夫して撮るよっていう、何もそれをアップで撮らなきゃいけない。最近のメーカーさんは高画素のカメラでトリミングして使えっていう売り方ですけれども、じゃなくてそこの場所でそのレンズで撮れるようにして工夫しろよという、最近ちょっと見たというか見かけた YouTube で、顔の向き、被写体の向きによって空間を作れっていうような、どっかのまたインチキ臭い、写真教室っぽい広告あったんですけれども、それも別に一つじゃない、正解は一つじゃないですし、例えばこっち向いててこっちに空間が空いてる時のその絵の中に含まれている思いと
こっちを開けることによる、空間を開けることによる思いとっていうのは全く違うことであって、全てが全て顔の向いてる方に開けろというその、写真教室だったのかなんかは絶対違うと思います。常識とされていることっていうのは実は作られた話であって、それが全部正しいということではないですし、自分が作り出す、あのレンズの第三元ってあるじゃないですか、今で言ったら16-35、24-70、70-200、これ第三元で多分言われてるレンズなんですけれども、2.8 だったり4だったり。でそれ第三元ってなぜ第三元っていうかっていうと、みんなが使っているから第三元なんですね。なのでだからみんなが使っているレンズを所有すればいいか使えばいいかっていうと、それはそうではなくて、それを同じみんなと同じものを使っていることによって同じ写真しか撮れないね。よく新聞社とかは横並びっていうんですが、同じ写真同じレンズ同じアングルで撮るのを安心してるんですね。横並び、他社さんがこの写真で、うちもこの写真、他のところもこの写真みたいな。それって逆に競争でもないし、自分でその写真によってその紙面新聞、まあ、雑誌を売ろうという、雑誌はでもそれはないかな、新聞横並び写真、独自取材で、その写真で売り上げを上げようということが全くないという寂しい状況になっている日本です。なので新聞社の写真ってつまんないんですよね。あのできる人っていうのは新聞社辞めてフリーになるか、新聞社でも使い物にならなくて辞めてフリーになるか、フリーとして食えていけるかって言ったら食えていけないで、その誰でも撮れるような写真を撮ってそのうち消えていくということがあります。まあフォトエージェンシーの社員だったら、まあ下手くそでも消えていることはないでしょうけれども、まあ自分に自分の実力を思い知らされない限りは消えないと思います。あとカメラバッグ、極端な話ですけど、カメラバッグも常識というのはで、なんかカメラを持ち運ぶのはカメラバッグでなければいけないとか昔はあったんですけれども、あの1998年の時に、NHK さんのお仕事でロンドンのアーセナル、ベンゲルのところに会いに行って、行った時なんですけれども、その時着いた日に、その NHK の、普段はそんなことないんですが、 NHK の方々が飲みに行くというので一緒に飲みに行って、飲んで帰ってきて、で部屋の電気を、ホテルの部屋の電気を全部消して、で夜中、寝たんですね。電気消して寝て、で夜中に目が覚めて、あのふとカメラバッグを置いてるところを見たら、カメラ機材一式なかったんです。でそれで焦って、フロントに連絡して、で警察呼んで、そしたら、お前起きなくてその
盗まれた時に起きなくてよかったんですよ。起きてたらお前殺されてるぞって言われて、でそれそんなことがあって、レンタル機材屋さんで600万円ぐらいのデポジットで機材一式ロンドンの機材屋さんで借りて、仕事は無事に終えて1週間ぐらい経つんですけど、それを終えて、帰りのヒースロー空港、ロンドンのヒースロー空港で手ぶらで帰ることになったんで、手ぶらもなんか嫌だなと思って、その空港の中の、リモアのバッグ屋さんで、バッグを買いまして、普通のバッグを買いまして、それで初リモアですか、その日が初リモア、初リモアでさ、初リモア手ぶらじゃ寂しいからって言って、それで初リモア、怖くなかったの、高そうとかさ、リモア日本で買うよりは安かった、でも多分免税、あのもう中だから、空港の中だから、リモアが流行ったのって結構最近なの、だから、その時代は、だから多分リモアそこまで流行ってない、流行ってない、リモアよりもゼロだったでしょ、ゼロハリバートンだったの、その時に、あこれカメラバッグにいいなと思ったあのやつがあって、でそれ見つけたんで、空港の中もうあのなんだっけ、手荷物検査の中、もうあと搭乗のところだから免税聞いてたんで、そこでもうそこでパンと買って、そのまま機内に持ち込んで空のバッグを、それを帰ってきてカメラバッグに使ってたんですけれども、そしたらそれを見つけた、新聞社だったかな、最初は、まあ次々といろんな人が見に来て、見せてください見せてくださいって、どうやって入れてるんですかとか見に来て、でそこからなんかそのリモアのバッグをカメラバッグにすることが流行ったらしくて、もうサッカーカメラマンみんなリモアっていう時代がありました。でそれは誰が一番最初だったかって、僕かナンバーのさぬきさんかって話になったのかな、でなった時に、その当時専門誌だった方が調べて、時代とか背景を全部暇な人がいて調べたら僕だったそうです。でだからそれでなんか流行って、今でもその新聞社のカメラマンの方で、カメラバッグにリモア使っているのはその流れを組んでいるそうです。新聞社カメラマンだから新聞社カメラマンだからあの言われたもん撮ってこなきゃいけない、カメラマンとフォトグラファーの定義は本来はスチル本来はスチル、写真を撮るのがフォトグラファー、フォトグラフスっていうのは光で描く人なんですよ、ギリシャ語でが元で、でもカメラマンって造語なんでしょ、日本語造語、いやでもね、ムービーの人カメラマンっていうね、え海外でも、だから区分があるんですよ、例えばプレスっていう区分とフォトグラファーっていう枠は全然別物なの。プレスって、報道の印刷屋さん、印刷屋さんじゃない、例えばプレス、昔プレスって言ったら新聞記者なのよ、こうプレス、ガリ版じゃない、あの活版印刷じゃない、こうなってるやつ、インクつけてこうやってこれピュッてやると新聞ができたじゃん、それがプレスから始まって、新聞社、雑誌社がプレスなんですけれども、そのプレスの中、日本だと報道プレスの中にカメラマン、フォトグラファーって入ってるんですけど、ちゃんとしたあの本来のプレスっていうのと、フォトグラファーってヨーロッパとかのっていうのは
報道くくりじゃなくてフォトグラファーだから記者カメラマン、韓国で言うと記者写真記者っていうのがあって、うん、韓国だとね、その報道の人っていうのはプライオリティがすごい高いの、政治家よりも高いかもしれない。なんで？なんか聞いたことあるし、スキャンダルをすっぱ抜いたりして、その世の中のなんていうの、切り抜く、うん、水戸黄門みたいなもんだと思うんですけど、っていうのがあるので、各国違うんですが、本来はプレスの中にフォトグラファーが入っているのではなくて、プレスフォトグラファーって別枠なんです。だからプレスルームっていうのとフォトグラファーズルームって別々に分けられてる、本来。でも日本の場合はプレス記者の方が上なの。なぜかっていうと、その出だしが日本の写真家っていうのは印刷所にまず属していた。印刷所ありきでその中に囲われてる人として写真を撮る人っていうのが撮影技師っていうのがあって、そこから出てきたので、あの写真家という扱いは戦後なのかな、わかんないけど、この辺の歴史はよくわかりません。調べてください。なのでカメラマンというのはカメラを持っている人じゃないけど、でも文字書く人はライターであってペンマンではないんですよ、という違いはね、ずっとね思ってたんですけど、なので僕はカメラマンではないですと言い張っていました。でも言葉の定義は大事だから、言葉の定義を知らないと人を傷つけるでしょ。だから私も写真家とかフォトグラファーっていうようにしてるんですよ。はい、だからね、なんて言ったらいいのかな、そこからこういうふうにずっと考える中で、カメラマンっていうのはこれ撮ってって言われたらカメラマンだ、これ撮ってって言ってはいって言って撮るのがカメラマンだって、でこれを撮ってで、その中でどうやって工夫して自分をその中に含めるか入れるか、例えばこのペンを撮影するのに、じゃあここペン取りましたっていう風にするのか、ここに置くのか、ここに置くのか、ここに置くのか、じゃあここにメガネを添えるのかっていう、メガネに格好でやるのかっていうのを工夫して、自分の 僕はこういうのがいいなっていう点やるのがフォトグラファーって ER つけたら、写真家と言われる人ではないかなというふうに思っています。なのでフォトグラファー、撮影常識と言われているものを、はいそうですかと鵜呑みにして、その通りにしようとして、それに合わせようとして、それに近づけようとするのはカメラマンでもいいんだとは思うんですけれども、そんな感じです。で画素数の話なんですけども、画素数、雑誌の表紙でいくと、これがライカの M、 これが2400万画素で、61の写真で、この写真これです、これを撮った
そこで、縦にトリミングして表紙なので、まあこれを A4 よりちっちゃい B いくつなんですけど、まあですよね、そのぐらいな感じになるわけです。で感度もなきゃないで工夫すりゃいい話であって、昔 D3X 高感度が全然効かない時も250分の1秒で、本当にこれも250分の1秒 D3X、 これもニコンさん、大喜びのニコンさん写真なんですけど、これ持ってますわ。のもうね、地方都市、イタリアの地方都市なんかもう日本の地方、昔の地方ぐらい暗くて、もうこれなんてブレブレですよ。めっちゃかっこいい。これなんか、これも200、これも250分の1よりもっと良かったと思う。なぜなら出入り口のところなので光当たってないからすごい暗かったんですけど、感度が高きゃ仕事になるのかっていうことじゃなくて、感度が高いく使えないんだったら使えなりでそこで工夫して写真撮るとか、常に常識っていうのは自分で作り出して言ってほしいですし、その常に新しくなるべきだと思います。いつまでもこういうおじさんたちが第一線でできないぐらいな感じでそうですけど、これまだサンシロだから、あでも当時のサンシロも暗かったな。本当にやる気になれば何でもできるということです。で、ちなみに最近ライフワークとなっているチアリーダーなんですけど、例えばこれはライカのこれ M10 だったかな、ライカの M10 なんですけど、これはライカの M240、 これですね、これライカの240、これで、これは M10P です。3種類の M10P です。これ3種類のライカの写真が載ってます、まあ、ターザンですけど、ほのかさんも載ってます。ほのかさんもこれ、ほのかさんこれなんだっけな、これキャノンかな、これもキャノン。もし写真家の心が動いた瞬間ということなので、もしバックナンバーですけど、ターザンの
バックナンバー見かけることがあったら2020年3月26日号の783号お求めください。なんかこれも一冊まるまる、これはキヤノンとライカで撮りました。ここら辺とか、この辺、M240 かな。まあこれは何で撮ったかなっていうのを見ていただく。これはキヤノンの M で撮りました。キヤノンの M を仕事で使ってるいるなんていうのもなかなかいないとは思いますけども、まあだから機材じゃないですよ実は。ちなみにこれあの出て1ヶ月ぐらいでもう完売し、3ブース全部完売して、定価1250円たんですけど、もう1ヶ月後にはネットで1800円で売ってました。そんな鈴木マスさん、マサシさん、お元気ですか？マサシさん、チャンネル登録お願いします。です。ちなみにこれも M 点です。これはキヤノンだった気がする。ビオみたいにこうやってやってもいいね。気がする。ライカでスポーツの写真を撮るって異端児じゃない？異端児です。だってさ、そんなこうやって動ちょっと動かれただけでさ、テンパるもん。ピントをどこに合わせる？そうですよ。だから何をやってるの？何をやってるのっていうか、どこに合わせてるの？ピント合わせようとしないもん。えいやってたぶん。これ昔のマニュアルフォーカスの時からそうなんですけど、あのオートフォーカスが一般的になる前、マニュアルフォーカスの時もエイヤーで、あのキヤノンのオートフォーカスもそうなんですけど、動体予測、例えばここからここまで動くであろうっていうフォーカスを合わせておくと、まあある程度合います。で、あのニコンのさっきのあの昔からマニュアルフォーカスで撮れてるよっていうこの写真じゃないですけど、あのワイドレンズのパンフォーカス気味にもう絞り5-6-8にしとくと、ある程度はあのフォーカスは気にせずパシャパシャ撮れちゃう感じです。なので常識を作っていくのは僕であり、そしてあなたである。あ、僕はもう過去の人なので、あなた方が
作ってってください。ということで、あ、最後にもう一つ、すっごい気になることがあるんですけど、どうでもいい話なんですけど、僕この ZFC 欲しかったんですね。でもカタログもらってきて、なんかすっごい気になるのがこのカメラの傾きなんです。これってこう極端な話、こうやって撮ってるんです。なのでこの人がもし写真を撮ったら、絵としてはこうなって傾いて写すと、絶対傾いて写ってます。なのでカタログ作る方はお願いですから、この水平を出してください。まっすぐ、まあ常識自分で作れと言ってますが、それはちゃんとやりましょうよ。カタログ作る方、デザインしてる方、お願いします。なんか気になりますよ、これ、この平行ということで、最後は常識にとらわれてるじゃねえかというオチができたところで、次回フォトグラフスでまたお会いしましょう。チャオ、アデュー、スラッシュ。